こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、私のおすすめ映画を皆さんにお知らせしようと思います。そしてミスター M さんもちょっとね、おさらいの意味を込めてね、私のおすすめしている映画イップマンを中心に格闘映画、香港映画、カンフー映画、こちらの方をね、見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ画面を切り替えますね。こういう風にね、今出てますけども、お、Unext ですね。偶然なんですけども、Unext のこちら、この新少林寺ってのも結構いいですよ。これ見てください。こういった形でね、ジャッキー・チェーンも出てるんですけども、主人公はこの方です。この方はね、ゴッドギャンブラーとかにも出てきた、ちょっと名前わかんないんですけどね、すいません。で、見たことのある役者が結構ちらほらって出てるんですけども、頭刈ってるんで、丸坊主にしてるんで、ちょっと見分けがつかないんですけども、こちら、新少林寺、かなりおすすめです。私何回も見てしまいました。はい、それでね、イップマンシリーズなんですけども、イップマンシリーズはこちらの方に5作出ております。第1作目が真ん中にあります序章で、序章の1個右にあるのがサモハン・キンポーと一緒に出ているイップマンの第2部ですね。で、第3部がこっち反対側、左になるんですけども、継承というやつです。そして完結編がこちらと。すべて、今ね、Unext で見ることができます。そしてですね、ちょっと役者が違うんですけども、こちらのクーロン城を舞台にしたイップマン最終章もなかなかいいですよ。これも見ていただきたいかなと思います。そしてマスター G なんですけども、アマゾンの方にあったんですよね。アマゾンプライムビデオでマスター G、こんな形でございます。イップマンシリーズの、第4作で出てきた相手方のね、もう一人の英春剣使い、あ、第3作か、英春剣使いがこう別のストーリー、イップマンに敗れて別のストーリーをこう描いていくということで、ドニー・エンさん、イップマンを少し思い出しながらね、新しい戦いをしていくということでございます。はいですね、これがおすすめ映画ということですね。で、他のおすすめ映画なんですけどもね、このカンフージャングルっていうのがありますね。これドニー・エンさんのカンフージャングル、これも見ものですよ。トラックの前でね、こう倒すところが何とも言えないですね。はい、ということがありまして、あとはね、ちょっとお笑いのカンフーハッスルも古い映画ですけども、なかなか面白いということでございます。おすすめです。お、ここにロッキーの続編クリードがありますね。これもちょっと久しぶりに見てみましょうかね。クリード、これ炎の宿敵、もう一回見たいな。クリードの3見たいですね。出てないんですかね。あ、ここにも1本もある、モイロードラゴン。 Unext いいですね。ということでね、 Unext のおすすめにちょっと入っていこうかと思います。 Unext、もともと私 Unext ね、このモッピーっていうポイントサイトから入ったんですよ。で、カテゴリーってところをクリックしていただいて、動画サービスのところね、行くじゃないですか。ここですね。で、そうすると Unext が今、無料トライアル登録完了。要するに最初の1ヶ月は無料ですよと。そしてモッピーポイントは1100ポイント上げますよっていうふうな、期間になってますんで、おすすめです。その横、これ私これから入ろうと思うんですけども、アメーバプレミアムですね。こちらの方も、まずは14日間無料体験できるんですけども、そうすると1500ポイントいただけるということで、これちょっと試しにね、私1ヶ月2ヶ月入ってみようかと思うんですよ。もちろん料金2ヶ月目はかかっちゃうんですけども、まあちょっといいかなと思うんですよね。その他にもこれいいですね、これも。ワウワウオンライン、初月無料。加入月は視聴料がかかりませんということなんで、今日入れば1月いっぱい、お金かかんないということですよね。でいて3000ポイントもらえると、これいいじゃないですか。まあスカパーもなかなかいいですね。この辺もちょっと調べていこうかと思いますけども、アメバプレミアムとワウワオンラインはちょっと要チェックかなと思います。場合によってはまあ来月入るかもしれませんけども、ちょっとここは3000ポイントとか1500ポイントは見逃せないですね。はい、ということでね、モッピー入りたい方はまたね、紹介の URL をこの動画概要欄につけておきますけども、いやーね、今回ね、イップマンもう一回見たいですね。やっぱ格闘映画っていうのはなんか心がね、ワクワクするっていうかね、それから、強さってのは何なのかなとかね、考えさせられちゃいますね。はい、ということで今回は以上です。ありがとうございました。